DS BDS 夏はサーフィン Yeah 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 うんうんにぬぬぬけ YouTube のテレです。以前にね、酸素管でどんぐらい潜れるかっていう動画撮ったんですが、どうでしたでしょうか？ダメでしたね。いや、それ言っちゃうとその動画も見てくれなくなっちゃうじゃないか。すいませんって感じで、まあちょっとね、失敗したんでリベンジ的な動画をね、今日撮ってきてるです。で、今日はね、すごいものを見つけました。あ、プーブーションプチピピーン、はい、って感じでね、夏だとね、ちょっと頭おかしくなるんですけど、こちらね、なんと食べる酸素で、多分口に入れると酸素がね、ピッってなる感じなんですよ。伝わりましたでしょうか？全くわかんない。わかんない。食べる酸素で1300円しました。で、90粒あんで、でもなんか酸素を口に入れるんで、息が長くなるような気がしますよね。まあ、ちょっと信じましょう。だこれがあれば絶対に息がね、長く続くと思うんで、江頭の4分を。超えていけてます。いけると思いますか？また同じだと思います。いやいやいや、そんなことないじゃん。前が1分いけたぐらいなんですよね。ではちょっとやっていきます。あっ、これ普通にね、43度ぐらいですね。これ潜りながらやったらさ、ちょっとまずいんじゃないかな。だからここに置いて、はっ、食べる感じですね。水中で、はい、中身はこんな感じですね。これ三角おにぎりみたいな感じで、ちょっとね、どこぐらい潜れるかタイム測っていきます。いきます。では行きます。スイッツーワンコーシュー。空に羽ばたく鳥、なぜ泳ぐいるか、僕はここにいるのは、童貞を守るため。守る、なんで OK 守る、気違い、童貞守ることは後輩。お前は何して生きていく、俺はこうしてやりに行く。それは本当に彼女のためか、本当に彼女をインポーターマッチ。はい、今1分ぐらい来たんじゃないでしょうか。こう見えてもね、駅伝部強化選手だったんですけど、長距離苦手になっております。じゃあ、あらかじめも口に入れとくか。これ溶けながら酸素が生まれるんじゃないかってね、ちょっとやってみます。いきます。今2分ぐらいでいけたんじゃないでしょうか。舐めるよりはなんか酸素がね、来てる感じがしますね。音がしてるんですよ。ブツブツっていうなんか酸素の音がして、行き届いてる感じはあるんですけど、どうですかね、結果に出てますかね。ちょっとラストいきます。特殊訓練してる人しかできないんで、ぜひみんなはね、真似してないです今のは確実に2分超えてましたね。まあ、ぜひ酸素食べたくなった方は食べてみてるでしょうか。あの酸素ボンベとどっちがね、潜れてるかはちょっと編集で分かると思うんで、はい、今回の記録ギネス超えてたら嬉しいです。ぜひみんなね、危険なんで真似しちゃいます。 See you, I'll never see you。株式会社チャンネル登録よろしく。